オーストラリア政府は2023年2月に、同国海軍に対してこの先の10年間に350億アメリカドル約5兆2500億円もの、予算をかけて戦力の増強を図る計画であることを明らかにしたね。世界の状況を見る限りでは軍備増強は優先事項だよな。そうだね。さて今回はそんなオーストラリアの海軍戦力増強について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相が2024年2月20日に述べたところによると、この増強計画によって同国海軍の規模は10年後に2倍以上になるとしていて、新しい汎用フリゲート艦を11隻建造するとともに、現時点で保有しているオーストラリア海軍のイージス艦とされるホバート級ミサイル駆逐艦3隻とハンター級フリゲート6隻ついても改修を実施して、その攻撃及び対戦能力などの強化も図るとされているよ。ホバート級ミサイル駆逐艦は、スペイン海軍のアルバロデバ3級をベースに設計を修正した派生型とも言えるミサイル駆逐艦で、満載排水量7000トン全長 146.7 メートル最大幅 18.6 メートル喫水 7.2 メートルの大きさで、イージス艦としてはアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や海上自衛隊のマヤカタ護衛艦などと比べて一回り小さいんだ。オーストラリア海軍では1番艦ホバート、2番艦ブリスベン、3番艦シドニーの3隻が就役しているね。兵装は62口径 127mm 単装砲1機 20mm 潮椅子1機艦対艦ミサイルハープーン4連装発射筒2機のほか、艦隊防空を担うイージス艦の主兵装とも言えるんく。41垂直発射システム VLS は48セルで、マヤカタ護衛艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦が96セル搭載されているのと比べればその半分なんだって。しかし、ホバート級イージス艦の武器システム AWS のセンサーには、アメリカが開発してマヤカタ護衛艦にも搭載されている ANSPY-1DV が使用されていて、ベースライン 7.1 の AWS は戦術データリンクとしてリンク11及び16に対応しており、さらにアメリカ海軍が策定した戦闘コンセプトである共同抗戦能力 CEC 対応のために、CETPS コーペラティブエンガジェメントトランスミッションプロセシングセットとして ANUSG2A も搭載されているぜ。また、ハンター級フリゲートはオーストラリア国防省の SEA5000 計画に則り、イギリス海軍の26型フリゲートをベースとして発展させたイージス艦で、現在1番艦ハンターの建造が開始されていて2028年に就役する予定だな。フリゲートに分類されているものの、満載排水量8800トン全長 149.9 メートル幅 20.8 メートル喫水 6.0 メートルとホバート級駆逐艦より大きく、兵装も62口径 127mm 単装砲1機 20mm 潮椅子2機 30mm 単装機関砲2機。なお、オーストラリア政府は当初このハンター級フリゲート建造計画を旧跡としていたが、2024年2月21日にオーストラリアのアルバニージー政権が今回の計画の一環として6隻に減らすことを決定したぜ。今回発表された計画ではこれまで予定されていた現用のアンザック級フリゲート10隻のアップグレードが中止され、ホバート級駆逐艦とハンター級フリゲート9隻に加えて11隻の汎用フリゲートを建造して、アラフラ級哨戒艦6隻も含めて10年後には水上戦闘艦26隻の体制にするとしていて、第二次世界大戦以降ではオーストラリア海軍の規模は最大となるよ。オーストラリアがここまで海上戦力を強化する理由としては、ウクライナを侵略中のロシアのように、軍事力によって他国の主権を侵害する言動を見せている中国が、空母建造などによって海軍を概要型へ変貌させ、オーストラリア周辺の太平洋にまで進出して当初諸国を海中に取り込もうとしていることが、オーストラリアにとって大きな脅威となりつつあることが挙げられているね。オーストラリア国防省では、新たに導入される11隻の汎用フリゲートを西側各国で現用されているフリゲートから選定するとして、ドイツ海軍の MEKOA-209、スペイン海軍のアルファ3000級、韓国海軍のテグ級、
そして海上自衛隊が現在配備を進めている最上型などを候補として検討していることが明らかにされているみたい。また、計画の中には有人運用も可能な大型無人艦の導入も含まれていて、乗組員の有無に関係なしに有人水上戦闘艦と行動を共にできる大型水上艦 LOSV-6 隻の建造が盛り込まれているぜ。この LOSV は垂直発射装置 VLS を32セル搭載するとされ、計画報告書の中では運用についてはアメリカ海軍のプログラムに相当されていることから、アメリカ海軍がゴーストフリート幽霊艦隊として配備を進めている無人水上艦隊 USVDIV の所属艦として、開発が進められている無人水上艦 USV が導入されるのではないかとの見方が広がっているらしい。この USV であるレンジャーは自立航行にて太平洋を横断し、2023年9月21日にアメリカ海軍横須賀基地において公開されたが、もともとは海上の石油掘削用リグなどに物資や人員を輸送するための高速輸送船として建造された小型船であったものを、アメリカ海軍が購入して無人での運用が可能となるように必要な改造を施して、2018年に収益させて2022年に新設された第一無人水上艦隊 USVDIV-1 へ配備していたな。USVDIV-1 はカリフォルニア州に本拠を置き、無人水上艇の中の大型無人水上艦 LUSV と中型無人水上艦 MDUSV とが配備されていて、レンジャーを含めたこれらの USV と有人の艦艇とで艦隊を構成する場合、いかに統合して運用するのが有用であるかを試験して評価することが任務だね。2023年時点で、USDIV-1 にはレンジャーを含む LUSV が4隻、MDUSV が2隻配備されていて、幽霊艦隊と呼ばれているよ。横須賀に寄港したレンジャーは同じ LUSV のマリナーと行動を共にしていて、2023年8月から実施されている統合戦闘課題 23.2 IBP-232 と呼ばれる運用試験のために横須賀基地に寄港したもので、IBP とは無人水上艦の運用に関するコンセプトなどを作成するため実施されていて、これまでにも2回実施されていたんだ。今回の横須賀寄港に先立って、レンジャー及びマリナーはアメリカ海軍と海兵隊が共同で実施した。大規模演習2023レイジスケールエクササイズ2023に参加しており、東太平洋において原子力空母カール・ビンソンを中心とする第一空母打撃群と共に行動していたとみられ、演習後は無人のまま自立航行によって国際日付変更線を越えて第7艦隊の担当エリア内に入り、沖縄に配備されている第3海兵遠征軍や第7艦隊の第76任務部隊、第15駆逐戦隊などとの連携が図られ、ISR 情報監視偵察において USV の能力が実証され有用性が確認されたみたい。日本と同様に四面を海に囲まれ強大な海岸線を持つオーストラリアは、海軍においてこれもまた日本と同様に人員不足に陥っているため、このアメリカ海軍の幽霊艦隊に大きな興味を持っていると伝えられているが、この無人水上艦の運用については日本にとっても有用となる可能性が高いとの見方が広がっているな。オーストラリア海軍における人員不足は深刻で、新規に導入する汎用フリゲートついて、水上艦の増強については乗組員の規模の合理化と省力化の技術によって、人員の増加を最小限に止めなければならないと述べており、現在運用しているアンザック級フリゲートの乗員数約160名を超えないことが求められているとされ、アンザック級とベースが同じドイツ海軍の MEKOA200 の乗員数は同程度と見られているぜ。また、スペイン海軍のアルファ3000や韓国海軍のテグ級もその乗員数は最上型の約90名よりもはるかに多いと見られることから、4艦種の中では最上型が有利ではないかとする声が多いらしい。これら水上艦船が予定通り建造されることで、米英豪の安全保障協力の枠組み、オーカスの下で調達予定の原子力潜水艦とともに、オーストラリア海軍の戦力増強に大きく貢献することになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発だけど、
IHI 社製 FX91 エンジンの実用化に向けての取り組みも順調みたいだね。日本の技術力には今まで驚かされてきたから、今回も期待大だな。うんうん。今回はそんな FX91 エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が2022年12月改定され閣議決定されたよ。これによって、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こしているみたい。この決定で日本の防衛予算は2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているんだ。NATO 加盟国がロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたため、加盟国が今後は一定の防衛努力をするために対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されることから、それに追随したということだろうな。日本では今後の防衛予算の使途に、防衛力強化としてスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しているよ。従来より飛躍的に射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているみたい。このスタンドオフ能力だが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的で、日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけだな。つまりミサイルの能力を大きく向上させ、同時に自分が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということらしい。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われているけど、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあるんだよね。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が政治的に完全に決着することがないのは確実だけど、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったみたい。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を日本、イギリス、イタリアの3カ国が、共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたんだ。この GCAP では日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用している、ユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しているよ。航空自衛隊の中では現在そういった区分や呼称は廃止されているが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していたぜ。主力戦闘機はアメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたってわけだ。そして支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものだったよ。F2 戦闘機開発については、日本国内では自国での単独開発を主張する意見があったんだけど、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機はアメリカを含む、連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていたんだ。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退したよな。そのため前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は現 IHI 社がライセンス生産で行ったってわけだ。航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務があったんだけど、アメリカは主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したため、偏無的な契約だったんだよね。さらに、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたぜ。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけだ。F2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、
日本は後継機開発に関しては機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれに向けた取り組みを行ってきたよ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XF91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に1機の試作機を完成させ、納入しているんだ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月まで各種の性能テストが実施され、結果として、具体的にはアフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮したみたい。この数字は F-22 ラプターに搭載されているプラットホイットニー社製の F-119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも1800度という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したぜ。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力だけど、XF91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしているね。確かに実際に機体に搭載してのテストではないが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XF91 エンジンは、将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたな。XF91 エンジンのサイズだが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 の F110 エンジンと同等の大きさとなっているぜ。蒸気のようにカタログ値だけど、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたね。さらに2019年のマストアジア2019では水力変更装置が展示されているよ。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置なんだ。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためで、機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているよ。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載していて、XF-91 エンジンに装着可能な XVN-31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるらしい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるため敵の攻撃を回避できると想定されているが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には同時にこうした工夫もあるわけだ。これまで述べてきたように2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきているね。といっても、今後の GCAP は要求によっては共同開発の変化でどんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようだぜ。GCAP では、イギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっているな。高級車で有名なロールスロイス社だけど、イギリスやイタリアが採用している。ユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているため、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されるよ。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールスロイス社が機関部の開発を行っているぜ。そんなロールスロイス社だが、テンペスト計画においては機関部の開発で難航していたと伝えられていて、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しているわけだ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを、極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてくるし、GCAP でその成果がわかるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。尖閣侵入に対してついにアメリカが動き出すことになったようで、中国に対して侵入をやめるように要求したみたい。さすがの米国も中国のやりすぎな行為を見逃さないってわけだな。中国は世界的に民族弾圧について批判を浴びているし、
尖閣侵入も言うまでもないぜ。今回はそんな尖閣侵入に関して米国に動きがあった件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年2020年に引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の活動は増加する一方だけど、特に2021年2月20日、21日の両日は領海へ侵入するなどの横暴な行動に政府内では危機感が募っているよ。この2日間にこうした行動に及んだのは中国海警局所属の艦艇2隻で、日本の民間漁船を追尾するような形で日本の領海内に侵入するという行為を意図的に引き起こしたとみられるんだ。追いかけられた漁業者の気持ちを想像すると腹立たしくなるよな。中国政府は自国の海警局に関する法改正を2月1日から施行させたよ。内容は、自分たちが必要と認めた場合、海警局職員が個人的に携帯している重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルを合法化させたってわけ。中国は個人的に重火器を所持してもいいってわけだな。この改正によって、従来より容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加したことは確かで、また3年前の2017年には中国海警局が軍事警察の管轄下に入ったことも相まって、これまで以上の強硬な姿勢が予期される嫌な状況になってしまったんだ。2020年11月、来日していた中国の王国務委員兼外相は日本の茂木外相の目前で尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、我々はやむなく対応していると発言したよ。王氏の発言内容もだが、問題となったのは反論しなかった茂木外相だな。彼に対して批判の声が殺到したらしい。外務省側の見解では、この時の王外相と茂木外相との記者会見では、双方が自国の見解を主張する場だったので、議論の場ではなかったということみたい。しかし目の前で日本の政策を完全に否定する発言をした王外相に反論もせず、言われっぱなしだったのは、その主張を認めたも同じことではないか。しかも茂木外相は中国語で謝意を示したということにも非難が集中したぜ。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入した事実でも明らかだし、政治上からも現場運用からも厳しくなっていることは間違いようのない事実と言えるね。2021年2月8日の中国外務省の王副報道局長の記者会見では、中国海警局所属艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べた上で、先の海警法改正を盾にその行いを正当化しているみたい。言うまでもなく、この海警法は中国の国内法だから、国際的には通用しないぜ。その上で尖閣諸島は中国固有の領土という従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたという中国政府の持論を改めて展開したな。日清戦争は1894年明治27年に起こった日本と中国当時は清との間の戦争で、この戦いに勝利した日本は一気に近代化を進め、西洋に仲間入りしたと勘違いする要因の一つにもなったよ。21世紀の今、100年以上前の戦争を持ち出されてもって感じだな。それを言うなら、太平洋戦争後にロシアが占領し、現在も支配し続けている北方領土はどうなるんだろうな。そして中国も、清の時代にロシア帝国に奪われた領土もあるはずだが。さて、中国が執拗に尖閣諸島の支配権を盾に海域侵入を繰り返しているという状況下でアメリカに動きがあったみたい。国防防総省のカービー報道官が、2月24日の記者会見で、尖閣諸島に日本の主権があると認めた上で、中国の行動を非難する旨の発言を発表したんだ。日本を援護してくれたように見えたので、さすがは同盟国だと喜んだ日本人も多かったはずだぜ。しかしそれからわずか2日後の26日、報道官はその発言の誤りを謝罪し、日米安保条約に基づいた尖閣諸島を含む日本の防衛にはこれまでと同様、アメリカが関与すると述べるだけに発言を修正したな。このカービー報道官の発言の修正は、アメリカ政府としては従来通り、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、
試験の存在についてはその限りではないという、どっちつかずの玉虫色の内容ということになるね。試験争いにはアメリカは介入しない、つまり中国側には立たないが、日本側に立つつもりもないということなんだろうな。アメリカは当てにならない同盟国だぜ。日本は言うがままに兵器を購入したり、思いやり予算と称して毎年毎年巨額の経費を在日米軍に貢いでいるというのにね。2021年、アメリカは民主党のバイデン新政権に移行したよ。それでも、尖閣諸島の防衛にはこれまで通り、アメリカの後押しが期待できると日本は考えてきたんだろうけど、その頼りなさが分かったようだね。アメリカ一筋というのは危険だと政府関係者も理解してくれたと思いたいよな。前述のカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取れば、アメリカが認めているのは日本が尖閣諸島に持っているのは施設権だけで、主権までは認めていない状態ということだからね。この方針をアメリカは堅持すると、あえて政治的に示したということは、万が一、中国と日本の間で尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカが日本へ軍事的に支援をしてくれると当てにするのは甘すぎると考えるべきだよ。今まで貢いだ金はドブに捨てただけということにもなりかねないということだな。日本政府はこうしたアメリカの動きと前後して25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるという考えを公表したよ。これは現行の海上保安庁法での海上保安艦の武器使用を明確化しようとする動きだけど、尖閣諸島海域における中国公船への対応が念頭にあるということは言うまでもないよね。海上保安庁法では海上保安艦が対峙する相手に対して、重火器を使って危害を加える行動を危害射撃と定義しているけど、昨今の世界情勢を考慮した上で実効的な解釈に踏み込もうとするものと思われるんだ。海上保安庁法は大枠において、海上保安艦が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止する目的での武器使用を認めているよ。つまり警察権限の一部として職務執行上の範囲に含んでいるわけだな。しかし危害射撃に限定した場合は、まず正当防衛であること相手が先に攻撃してきた。次に非常に凶悪な犯人殺人犯とかを逮捕する場合だけ行うことができるという条件があるぜ。つまり、その解釈によって是非が問われることにもなるわけで、今回日本政府が示している見解だが、具体的には中国側が上陸目的で尖閣諸島へ艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することにあたるとみなすことを意味しているわけだ。つまり、中国艦艇が尖閣諸島に接近し、日本側の退去勧告を無視してなおも接近を続けた場合、上陸目的と判断してもよし、ということと考えられるよね。さらに海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令された場合にも同じく危害射撃を認めるとしていて、抑止力として対応をより強化しようという解釈と言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。